はい、今回も、井山さんが、野狐囲碁で打たれた対局を、見ていきたいと思います。はい、今回も中国の、中国のトップ選手がお相手です。はい、井山さんの白番です。ここでかけてね、はい。まあ、出切ってね、この変化になりますよね。ここで引きましたね。押さえ込んでから、こうやるのが、まあ、一番予想しますけど、今回は引きで打たれました。はい。まあ、これも、まあ、昔からある形なんですけどね。ここでツケから二段と、はい、こちらの図でいきましたね、白は。はい、ここでまあなんかこうとか打つのは辛いんですよね、閉じ込まってしまって。でこれもこのようにね、これ取られてしまいますから。まあ、こちらからやっていきたいと。はい、これもね、やっぱりこの石取られちゃうと白がいいと思うんでね、動き出しましたね。この戦いはどうなんでしょうかね。まあ、いい勝負に見えますね。見事な分かれって感じです。これが、まあ、気持ちいいところですね、上取り先手が。はい、まあ、抑えも効くと。はい、肩に対してこうつけっていうのはなかなか気づかないとこですけど、白もあれですね、無理やり分断しに行きましたね。そうですね、勢いこう振り替わりになりましたけど、ちょっとこの形がね、白形が悪いので、これは黒なかなかな気がしますけどね。まあ抑え、抑えも打ちたいとこですけど。まあ実戦このように打って、きつい感じがします。そうですね、これ飛んでね、受けたのが良さそうですか。すいません。はい、ここで、黒の中押し勝ちと、なりましたね。ちょっとこの白がね、もうほとんど死んでますよね、これ。で、これがどうなってるかということなんですけど、こうやるしかないですか。で、こうやって、取って、取って、
取って、まあ取りですかね。はい、これでまあ一手寄せ子って感じですね。はい、なのでちょっと先が遠いと。香港ならね、まだしも一手寄せ子なんで、ちょっと厳しいという判断ですかね。はい、ということでここで投了されました。激しく打たれたんですけどね。はい、黒が的確にね、打たれたって感じでしょうかね。はい、じゃあそれではこんなところでこの対局は終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。